ヤオト、ユウタ、ユウヤ、お化け屋敷5年目、アムギリ、コウノトです。本日の企画、心霊やらせ対決。やばい。これどういうことかと言いますと、うん、普通に心霊動画ってあるじゃないですか、いわゆる映っちゃったオーブ、はい、いろいろありますけども、はい、本当に映っちゃうとちょっと気分悪いんで、チームに分かれて自作で心霊動画作っていただきました。まあ、ここに今山本君が編集してくれた動画があります。君はチームに選ばれてない。え、選抜されてないんです。あの人前撮った、チーム発表します。ゆうまやまと、ゆうまやまコンビって言ったら王道だからね。第2チーム、めっちゃゆうた、めっちゃひゅうがです。やべぐい、めっちゃだ。あっという間に勝つだろ。申し訳ないけど、2人の方の編集手抜きました。ありがとう。コンビも私、皆さんにこれコメントしてほしい。じゃあ一応メンバーだ、5票です。5ポイントにしよう。それでは早速動画の方を見ていきたいと思います。最初は僕たちですね。人みたい、ツッコミがしたい。ゆうたくんと二人で某心霊スポット都内に来てるんですけど、はい、まあちょっとカメラ回していこうということで、はい、だいぶ登ってきて人気がないね。映ったら映ったで、まあ、僕たち YouTuber なんでネタにできるし、まあ行きましょう。いやまあ楽しいですよね、意外に。まあドライブ的な、まあ、ドライブのついでで来てますからね今。まあここ真っすぐですね、地図で見ると。いやー暗いねー、まあ、どうですか、街灯とかぼちぼちあるっぽいね。まあ、ちょいちょいあるって感じですよ。ライトついてるからまだあれだけど、ライト消したら相当よ。いやーマジでやばい、この…ま、いやばいやばいやばい、うるさい、うるさい、ちょマジでやばい、びっくりした、マジで止めて、えぐ待って、映った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 、じゃあお前の声で映ってんの。違う、そういうのリアルだから、これマジでふざけんの。ちょっと待って撮ろう、外行くの、今の伝統のとこマジで行こう、映るよ多分これ。もういやこれマジで映る、行くのやだよ。ちょっとマジでやばい、ちょっと今からこれえぐいぞ。じゃあゆうた、これマジでエグいから、あの伝統です。あーもうここにいたのか、やばいって。がっつり、そこで立ってた。違う、お前マジでか、お前マジでそんなとこでそんなすんな。信じないでしょ。じゃあまあとりあえずここ映しとく。でここ、これ念のためここです。これ映るかもしれないからね、マジで。あ、影怖いよ。ゆうた、おい、ゆうやお前ふざけんな、おいマジでやめろ、おいお前マジで、おーマジでうざ。じゃあ本当に痛い、じゃあお前分かってないの、痛い、じゃあ見てないから調子乗ってるってマジで。それはウケんな、じゃあマジでウケんな、おマジで調子乗んな。マジでビビった、やばい今心臓触ってみ。いや変だろこれは。いやえぐい、すごいマジで超ビビったもん今。マジで寿命縮まった、キモ。え、マジでキモい。それは本当よくあるじゃん、こういう嫌われるだよお前、それいいだろ、いいだろ別に。はぁ、エンディング、じゃあちょっとマジでこれ映ってたから見上げ話見る。おぉおぉおぉ、エンディング、エンディング、ゆうた、最後さすがに、アムギリ君でもつってるから車の中にいると僕も思ってなかったんで、その階級感のとこに外にいるのか、前にバーンって出ると思って、まさかの後ろ車の中にいたんで、本当にヒヤヒヤしました。取りづらいし、言い方すな。え、息や今の感じやって。いや本当にマジでずっと外にいるのかと思ったら、中に寄ってきてヒヤヒヤしました。こいつ誇張し始めた、息多しくなったよ、さっきより。それでは高校ゆうま山本チーム行ってみましょう。回せ回せ、とりあえずやめましょうよ、ブランドン。問題ないさ、もう帰りましょう。僕がいるよ。もうやだ、私、僕についてくればいいんだ。私ここで一人で待ってる。待ってればいいさ。ブランドン待って、ちょっとブランドン帰りましょうよ。大丈夫だよキャサリン。キャー、ブランドン、ブランドン何か映ったわ。何が起きちゃってんだい、ブランドン、ブランドン何か映ったわ。何だったんだい。ダメよブランドン、もう帰りましょう。大丈夫だよキャサリン、僕がいるじゃないか。僕についてくればいいんだよ。もうダメよ、私もうちょっと奥まで行こう。ついてきな。どうしたのブランドン、見てくれ。ブランドン、やばい、ブランドン、今の見た、キャサリン、すまない、僕が本当に悪かった。
何だってない何だってないってブランド何だってないブランド何か映ったわ何だってない日本人でも言わないなこれね次 NG 電波2こっち来なきゃそれ今日は心霊スポットに来てるんですやめましょうよブランドすごい怖いらしいんですけどあ全然ダメYouTuber 用が出てきたフリッタリだろお前めちゃくちゃおもろいフリッタリだろめちゃくちゃおもろい結果発表ダンケンここだけ山だちょっと怖い要素入ってて面白いも入ってるっていう二大要素完璧でしたね、まあ、このゴリムギチョコからチョコ点をもらえないっていう世界ですチョコチョコまあチョコみたいだなと思ってああ麦チョコちょっと顔の形が、うん、言い過ぎてるね言い過ぎでしょ真ん中がへこんでる麦チョコみたいだそう言い過ぎて言い過ぎてるよ、はい、言い過ぎでしょ五一であれですよもう誰一番一誰ええバイビー。